島、今遊覧船降りてきました。本当に気持ちよかった。いいところ、ちょっと波が激しくて、酔ったの、ゆらゆらしてましたね。ゆらすだけに、これから今日は運転券をお持ちのお客様は、でもこのまま岩手に向かう感じですか。でもさすがにあの赤い橋とか行きたくない？見てあれ、絶対行きたい場所でしょうね。あの橋、ここからずっと行くとあの島みたいなところに行くんですよ。なので今からそこに向かいたいと思います。あ、なんか自分の見た目なのか、まあ、トークもちょっとキャラ立ってるからか、こうカメラ持ってるとやっぱり今時のあの小学生たちには見られるんですよ。そう、チューバーだと思われるんで、それだけは嫌だということで。何この橋、ここ、え、え、お、すげえすげえ、この岩肌に木が生えてやがる。おお、これこれ、俺が見たかった松島の木は、まあ俺が有名じゃないことぐらいみんな分かってんだよ。随分ムッチムチした生徒がいるなと思ったら先生だった。小学生たちに注目を浴びまくりングスです。これちょっとここをちょっと、え、この位置が入刀おっぱいみたいに、おっぱいみたいです。これやめろよ、わざとやってんだ。小学生おっぱい、パラッパラッパン、この街を出て行くことに、ティンティンティンテオリー、決めたのはいつか君と話した夢の続きが今も捨てきれないから、何度も耳を塞いではごまかしてばかりいたよ。すごいよね、地球って。なんか奇跡の星だよね、うん、あんな現象さ、科学で解明されない時にさ見たらさ、もうそれは神とかさ、その自分を超越した何かの存在を信じちゃうよね。まあね、うん、特に昔なんかね、そんな言ったら目の前でさ、マジで8メートル四方のさ、うん、黒い長方形の物体が現れてさ、我全てを解せし者みたいなの来たらさ、うん、死にちゃうじゃん、うん、みたいなことだよね、あれ、うん。日本とさ、海外 の宗教の違いの面白いところってさ、うん、日本っていうのは神様って見えちゃいけないものなのね、うん、でも海外の人って、海外っていうのもいっぱいいるか分かんないけど、例えば神様を私は神が見えるとか言うと、その人が神様どんな人でしたかって言って、その人が神様みたいな扱いを受けるみたいなのがあって、日本はそういう、例えば心霊写真とかにそういう霊能力者の人を見て、あ、ちょっとこれはもう見ちゃダメですって言って、どうしたんですか、いや、これは私たちが見ちゃいけないもの方が映ってるので、で後で聞いたら実は神様が映ってましたみたいな。なるほど、うん、あとなんか山の神様って女って信じられてて、あ、絶対そのやきもち焼くから女は行くなじゃないけど、そういうちょっと良くないことがあるよみたいな。それをなんか山小屋なんだっけな、その漁をするときにちょっと紙取ったりする漁がある、あ、山小屋があるらしくて、じいちゃんとかが行くようなね、
でそこにいたら窓からすごい視線を感じて、でその3人ぐらいそこにいたんだけど、もう慣れっこなのか気づいても見ちゃダメなんだって。でもそのおじいちゃん初めてだったから見たら、あの中本浩二っているじゃん、あのドリフターズの、あの人目トロンとされてて、あれのなんか着物じゃねえ、白い羽織なんかそれを着てたの、似たーって笑ってたのが多分その神様で、まあ女性だったらしいんだけど、あれは多分山の神だよ、見ちゃダメだよって言われて。やべ、さあ左か、はい、左です、左で左、さあ岩手の、ここでもいいの、ここでもいいんだよね、そうだよ、神社かよ、なんだよ、あ、回してんの、回してる、回してる、回してる、イエーイ、ビデオが発売された初期、結果伴ってないだろ岩手に着きました、うおー、頑張って運転した甲斐があったよ、なんだよ、なんでお前に着んだよ、今からわんこそばを食べに行きます、にゃんにゃん、え、逆逆、犬じゃないの、楽しみ楽しみ、何百杯食べしようかな、目標はもやずを更新、記録が大阪府の男性が500杯、はい、盛岡市の女性が570杯だって、うん、あ、最高記録、そう、創業115年の東屋さんっていうところに行きます、今から、お、東屋って有名じゃない、はい、115年ってすごいね、はい、で今あの本館は改装中で、はいはいはい、今からあのな他に3軒あるんですけど、はい、別館大通り店、駅前店、駅前店に行きます、はい、え、100杯食べたら手形もらえるんでしょ、はい、絶対超えます、そうだって俺たち今日牡蠣100個食べれたし、概ちゃん概念虫、概念虫、ここが岩手か、マジ田舎だな、でもこの道路がいいな、この幅広の、まさかここ区画整理されてんじゃねえか、区画整理マン三条何味だろうな、そば強い味だね、いろいろあるらしいよ、そのなんかあの付け合わせが、県内のおかずが何個食べても値段同じでしょ、要は値段何杯食べても3700円です、うん、高えな本当にそうよ、お、そうなんだ、ま、そうマジの値段だね、強気できたね、そうなんだ、なるほどなるほど、先に行ってほしかったな、いや自分しかったね、377行ってないんかい、377食べてないんかい、いやでもあの損壊しじゃないけど、うん、ちゃんとそのあのね、なんかそのなめことかさ、 おろしとかさ、ほう、つけてくれるの、いろいろこういっぱい小鉢、途中で小鉢がつくから、なんかすげえなんかあの、せわしなく、おい食え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 って餅つきみたいな感じでバク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 食べてくんじゃないの、そうそうそうでしょ、そう、その途中で何個ぐらいって言ったらなめこペンって入れてくれるの、ぴょんって、いやいや、なめこは自分のタイミングですって、あーでも早く食え早く食えみたいになんない、まあまあまあ、やっぱそのマンツーでやってくれるからさ、まあ、人件費あるよね、3700は、そうか、3150で、はい、自分お椀を重ねないスタイルもあるし、3700のコースは、うん、お椀が重なってて目に見えると、はぁ、で3150はお椀は片付けられちゃうけどマッチ棒で数えていくと、はぁ、でも仮にだけどさ、はい、自分の彼氏がさ、そのいろいろやってくれてるけどさ、マッチ棒でさ、その決定したらさ、うん、ちょっと結論が小さいなと思っちゃう、確かに何百円の差でな、そこはもう少ないだからっていう、なんか例えば数えてもくれないパターンとかはないの、それね、どっさり置かれて800円で、うん、外で、うん、そのザルに入ったやつだけをどちゃってされるパターンもある、外で走れ、あ、道路にどちゃって、そう、ゴミじゃんそれゴミそばじゃん、芸能人格付けチェックみたいな感じで、うわー、ずつ勝ちだし、外で泣きながら食ってる家族もいるの、中にはどうしても食べたかったんだよなって言って、やべえな、